こんにちは、篠田敦です。今日は久々に普通にね、がっつり理論的なね、話をしようと思います。今日話するのはディミニッシュスケールの解説です。ディミニッシュスケール、基本的には2種類あります。2種類、結局それも並び替えではあるんですけれども、基本的には同じルートの音から、2種類の、ディミニッシュスケールがあると思ってください。で、1個目っていうのが、ホールハーフのディミニッシュスケール、C からスタートして、全音半音を交互に上がってきます。ここから、全音半音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 でね、C に到達しました。これがホールハーフのディミニッシュスケール。いつ使うかっていうと、下がディミニッシュのコードの時。で、こんな音がします。音8個あって、C の、ディミニッシュと全音上の、D のね、ディミニッシュが、重なった、2つ合わさったものって思っても、いいと思います。何がね、便利かっていうと、元のコードもそうですけど、 C のディミニッシュで展開系1個上に上げると、こうなるんですけど、これ E フラットのディミニッシュ、下にね、 E フラット弾かれちゃったから、これディミニッシュ、 E フラットのディミニッシュ、展開系 F シャープ A ね、全部音一緒なんですね。ね、下に何の音弾かれてるかどうかです。で、ってことは、その同じ音で、E フラットのディミニッシュも F シャープ A、同じ音なので、1個のスケールでコードを4つ分いけるっていう風になります。ってことは、都合何種類あるかっていうと3種類です。1個につき4つ潰せんだから、で、音って全部で12個だから 4×3 で、もう一つのグループっていうのが、C シャープ E G B フラットで、最後が D F A フラット B のグループ。これが、ホールハーフのディミニッシュで、もう一個の方、こっちの方がよく使えます。で、もうこっちは何なんていうかっていうと、ハーフホール、先にハーフ、半音があって、ホールと、全音っていう並びです。同じ C から、半音全音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 半音上の C シャープのさっきのホールハーフディミニッシュとも一緒です。そういう意味では、ディミニッシュスケールってこう1種類しかないとも言えるんですけど、同じ C 視点、 C をルートに考えたら、一応2種類あるから、一応名前はね、使い分けてます。で、これいつ使うかっていうと、もちろんディミニッシュの音も入ってるんだけど、C7 の音入ってますよね、スケールの中に、ね、C7 とかセブンスの上で使うスケールです。で、テンションが基本のコードトーンの間に、フラット9、シャープ9、シャープ11、サーティンスといい感じに入ってるわけです。さっきの理屈で、これも同様に使えるっていうのが予想つくかもしれませんが、この音使い、E フラットも同様です。 F シャープ7、それから A7 ね、同じように使えます。ディミニッシュコードとね、セブンスコード、普通の、ね、曲見ていく中でどっちが多いかなっていうと、セブンスコードですよね。なので、どっちも全然練習してほしいんですけど、個人的には先にこのなんだハーフホールの方に慣れると使い道は多いのかなとは思います。で、これ音8個スケールとりあえず弾けば1小節埋まるんですよね。 C7 でスタートした音が着地になるから、パターンとかもね、
弾きやすいです、ね、同じこの形弾きました。例えば同じのやろうと思って、もちろん全く同じ形を例えば A7 の上で、まあもちろんこれもいいし、そのコードにとって何って分かってた方がいいから、さっきの C7 の例えばこういった時に、13から始まってるなと思ったら A7 の時にも13から、まあ分かってた方が個人的には結果的にやっぱ使い勝手いいなと思います。まあ手の使いっていうかフィンガリングとかは変わんないから、それでも依然全然楽ですから。まあこんな感じかなと思います。これがまあディミニッシュスケールの話です。メジャースケールじゃない並びだから、何にもこう知らずにアドリブしていくと、おそらく、まあ、少なくとも僕は出ない音遣いなんですよ。ナチュラルにはこう自分から発想されない音遣いだから、そういう意味では練習する価値すごくあって、ということで、また普段の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。